コリン・ターキントンは、チャンピオンシップで優勝した、最初の北アイルランドのドライバーとなったジェイソン・プラトが2位で、わずか5ポイントのマージンイタリアのファブリッジジョバナルティが、チャンピオンシップで3位になり、ジェイソン・プラトに4ポイント差と迫ったコリン・ターキントンは、北アイルランド初の優勝者になった。さらに彼は3年連続で、インディペンデントのドライバータイトルを獲得。 チームラックもインディペンデントチームトロフィーを獲得した2009ハイ級 m s a ブリティッシュツーリングカーチャンピオンシップシーズンは52回目のブリティッシュツーリングカーチャンピオンシップシーズン4月5日にインディレイアウトのブランドハッチで始まり10月4日にブランドハッチのグランプリレイアウトで10イベントを30レースして終了コリン・ターキントンが ジェイソン・プラトとファブリツィをジョバナルディを抑えて、初めてタイトル獲得を果たした。すべてのレースはイギリスで、開催、2009年のシーズンには10レースの週末があり、それぞれ3回の BTCC ラウンドがあった。暫定的な日程が2008年7月11日に、シリーズ主催者によって発表されていた。カレンダーは2009年3月17日に確定し、 すべてのレーススケジュールが発表された。ありがとうございます。